レンチン投入タラーンとこんな感じに仕上がっております。こんばんは、なりです。簡単で美味しいは正義ということで、本日もやっていきましょう。本日のレシピはレンチンでお手軽ごま味噌ミルクそうめんです。はい、それでは早速やっていきましょう。今日はですね、またそうめんってことなんですけども、前回やったそうめんのレシピがですね、思ったより反響が良くてですね、またね同じ感じでやってほしいっていうのがありましたので、まだまだね皆さんそうめん余ってるみたいなんで、今回も前回同様にあったかいアレンジそうめんってことでやっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。それではやっていきましょう。レッツワンパッ。まずは材料紹介から。本日の材料はこちらになります。では早速やっていきましょう。まずはですね、そうめん茹でていきたいと思います。こちらにお水入れておりますんで、こちらを沸かしてそうめん茹でたいと思います。でこっちでお湯沸かしている間に、ここにですねスープを作っていきたいと思います。今日はごま味噌ミルクそうめんっていうことでね、しかもレンジで簡単ってとこなんで、早速やっていくんですけども、本当にここにある程度材料入れてレンジでチンするだけなんですよね。まずは牛乳を 200cc 入れます。続いてお味噌は小さじ2杯、これももう入れちゃいます。続いてめんつゆ、こちらも小さじ2杯 10cc ですね。以上を入れましたら、こちらをレンジで温めてきます。電子レンジによってね、牛乳の温まる秒数結構変わってくると思うんで、大体600ワットの電子レンジであれば、まあ、1分から1分30秒の間とかでチンしていただければいいのかなと思いますんで、ここはねちょっと吹きこぼれだけ注意していただいて、様子見ながらレンチンしてください。それではレッツレンチン。はい、ではそこしている間に、お湯が沸きましたので、こちらのそうめんはやっぱりイボの糸、こちらをですね一束 50g ですね茹でていきます。そうめん投入。そしたらね、表示時間の2分茹でていきたいと思います。レッツタイマー。吹きこぼれだけねこっちも注意していただいて、火加減の方調整してあげてください。ではでは、先ほどのスープが温まりましたので、こんな感じで味噌を溶いておいてあげてください。そうしましたら、あとはそうめんが茹で上がるのを待つだけですね。はい、それではこちらのそうめんが茹で上がりましたので、ザルでお湯を切って、先ほどのこちらのスープに入れていきたいと思います。それではこんな感じでザルでお湯を切ったそうめんを投入します。そうしましたら、こちら白ごま、練りごまとか煎りごまとかでも全然 OK です。こちらを豪快に小さじ1杯ほど振りかけて、ネギ、小ネギを乗せてあげて、あとはお好みでラー油だったりごま油だったりとかを少しタラーンとかけてあげたら完成です。レンチンでお手軽ごま味噌ミルクそうめんです。はい、それでは早速食べていきたいと思います。いただきます。こんな感じに仕上がっております。お気づきの方もいるかもしれないんですけども、今日はですね担々麺風なそうめんを作ってみました。お肉とか入れてないんで、かなりねヘルシーでさっぱりしているんですけども、ごまだったり味噌っていうのが濃厚なコクを生み出していますので、かなりね美味しく仕上がってるんじゃないかなと思います。いただきます。うまい、うまい、うまいっすね、これは間違いない。うん、めちゃくちゃ美味しい。もちろんね、これは、ね、牛乳じゃなくて豆乳とかでも全然ありです。今回も調理時間は5分ぐらいじゃないですかね、多分。ごちそうさまです。はい、それでは皆さん、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日もねリクエストいただいたおかげで、めちゃめちゃ美味しい料理作ることができましたので、またね何かあればぜひぜひリクエストお待ちしております。ではまたー。全然登録忘れない。